いただきます。いただきます。山本裕介ホストになる第5弾初体験初体験あるんじゃない、いいんじゃない、これはいけんじゃない、どう。しかしやばい、ぶち切れだ、やべえぞ。激怒の訳はさらにゆきなです。はい、よろしくです。よろしくです。沖縄リゾートキャバクラの実態を木下ゆきなが調査。おい飲めよみんな、ほらここにある。オラオラ営業の結果、一晩で衝撃の売り上げが。すごすぎる、すごすぎる。愛の愛だ。前回必ず売り上げが伸びるという軍神合宿に参加。軍神の厳しい指導を受けた山本。嫌なことが自分を成長させてくれるから、そうだから逃げない方がいい。すごいなんか珍しくない、ネイルしてないじゃん。めっちゃ地爪綺麗じゃない、だから爪とかめっちゃ綺麗じゃん。合宿で得たテクニックを駆使したものの、好きな回答3組の初回接客で売り上げにつながる飲み直しはゼロ。営業残り3時間、いよいよ勝負の後半戦へ。せよね、これが山本裕介だと。見ててください、ヘルコ。あ、いいね。この日、4組目の初回接客。皆さん、はじめまして、山本裕介と言います。俺も飲んでいい？もちろん。ぶち上がっていい？俺も。いや、全然、飲めるよ。頼むよ。ついで？違う。ついで？いや、酔っ払ったら責任取って、ね、この感じはいいな。悪魔じゃん。うわ、来い来い来い、これは悪魔だよ、これやばい。4組目は野ませ姫。野ませ姫すごい。うわすごいよ。だからマジで本当に悪魔なんよ。これは悪魔なんよ。悪いよ悪いよ、割らなきゃダメよ。年上の男性の方が好き。でも年下も可愛かったりするじゃん。今締め切りが21と25。おー、遊び慣れてんねんな。だからここまで決めそこ。上を初体験。初体験あるんじゃない、いいんじゃない、いいよ今の。なんなん、まあまあそうだよね。年上好きだったんですけど、うんうんうん、コスト行き始めてから年上好き。まあ確かに可愛いもんね。可愛い可愛いもんね、それは分かるよ。でもさ、自分が昔年上好きだったんだろ、思い出してみろ。かっこいいな。やばいやばい。しかもお酒飲めるって言われてたから、うん、全然飲めるよ俺。俺はもう全然。その背後にはこれから仲良くなるかもしれないけど、合宿を共にした亮太と葵の姿も。だけさ、初回の人来てる中でさ、でも成長は確実にしてる。確実にしてる、うん、怖くないって別に。一緒一緒、おいで、おいで、おいで、一緒。目合わせろ、ちゃんと焼き付けて。わーこっち、照れちゃう、照れちゃう。なんか主導権握ってよね、急に山本さんが。さあ、今ので餌撒いた。どうだ。あ、やばい、結構酔っ払っちゃった。笑ってる、笑ってる。どう今の、よかったっしょ。酔っ払ってるわ。いけたっしょ。これを継続的に続けられたらいいっすよね。いや、でも分かった、なんか分かった、何かがコツはつかめた。ただそれを実現できるかどうか置いといて、コツは分かった。お、なんか表情が変わったな。続いて5組目の初回接客。山本俊介です。すごい、何俺の方が小さいよ。マスクこっちないんだよね。かわいい。なんでマスクしたの。ちょっと見ながら、うん、私、マイクスマジでこれ大チャンスや。これはラッキーよ。5組目はガチファン姫。これはね、これはいけるでしょ。ドラマ、ドラマです。なんだろう、マリーマリーさんです。あ、
山田くん見てた、見てた、手が合ってみたいなって思ったの。どうだった生で会って？変わらない。本当？はい。いいじゃん、どんどん良くなってるよ。ありがとうございます。ああ結構ね、グイグイしたね。いいね。あそこはチャンスかなと思って。うんうんうん。まあ、楽しかったし。なってきたでしょ。これできるのは楽しいでしょ。はい、できるなって、はい。そうなのよ。そうよ。だから、その結局スポーツと同じよ。うんうん、試合出てさ、いい試合ができたら楽しいじゃん。そうだね。だから、ウェイちゃんと分身やろ。すごいわ。怠けずにやれば、うん、楽しいから。楽しもう。楽しまなきゃダメっす。そう、うん、はい、もちろんこの日もヘルプの仕事も。いただきます。いただきます。これには、はい、次から次へと飲みまくり。すげえなー、ほんと。休む間もなく6組目の初回接客へ。ほんと先弱かった。無理やね。無理やね。お待たせしましたって待ってないか。ほら、ハルヒ大好きやね。マジでかわいい。ハルヒーって、ハルヒーじゃちゃうやん。ハルヒーちゃうやん。ハルヒー、いいよ、いいよ。超かわいい。6組目は、オーラン高校ホスト部大好き、ハルヒ姫。かわいい。すぐ上がらして副主任に。めっちゃ飲むんやろ。まだ見かけ取れないから。これはお酒の量が。でも大丈夫。酒強いから。これは姫とつながりたい。うわ、あ、いいよ。とここで。対戦結構ホストいっぱい。あ、そうそう。おはようございます。分身から呼び出しが。あら、呼び出し。そこ、飲み直し。お、出た。飲み直しです。飲み直し。野瀬姫が山本を指名し飲み直し。この日初の売上ゲット。よー、はい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 。売上の相方を今日教えながら分かるよ。分かります。このヘルプタンつけるから、俺が教えた通りにやったね。はい、実は軍神合宿では飲み直し後の追加注文についてもレクチャーが。注文するものをちゃんと考えてあげる。焼酎のボトルはもう吐ける。単価が上がらないから。だから缶物に切り替える。でそこから単価上げのステップに入っていく。で全部言うてるやん。単価が OK で5、6セットぐらい入ったら缶物がね。そしたらショットとかちょっと頼んでみる。みんなでワイワイしようぜっつってテキーラとか。そういうのショットを頼みやすい。楽しくなっちゃうもんね。そう。そうしたらもうめっちゃいいからそこから上げていって OK。で単価上げが取れても NG だよと。お金がない場合は容姿がいい場合はちゃんと育ててみましょう。容姿がいいから、いずれその女の子がもしかしたら化けるかもしれない。キャバクラで超有名キャバ嬢になっちゃうかもしれない。そう、なるほど。すごい容姿がいいよ、ね。うん、したらお金を持てるようになるから。頭よ。そうだからもうちゃんと関係性を作っていくこと。で逆に容姿が悪い場合は補足客として対応する。はあ。1ヶ月の間に1回とか2回とかね、うん、来てもらうぐらいでいいわけじゃん、うん、そう無理にする必要ないよね、うんうん、対策はバッチリ。追加注文を勝ち取れるか。めっちゃ待たせた、ごめん、本当にごめん。めっちゃ嬉しいんだけど。だから思い出せって言ったでしょ。思い出せって言ったらもっともっと思い出して。するとそこへ。やってたよ。あ、ヘルメ、ヘルメです。あ、リョータ、助けに来た。合宿メンバーリョータがヘルプに。そうだね。そして友情パワー。これでテキーラ入れやすくなったよ。ちょっと下げないといけなくてさ、飲み直しでいい。これなんだけど。めっちゃ悪い。お茶割りって結構酒飲みっすよ。これ酒飲みやで。山本のために追加注文ゲット。さらに、あの男もヘルプに。まさか。ナイスー。爆撃龍馬。爆撃龍馬も山本に加勢。あんなに言わないのに。ここで爆撃来るのかっこよすぎるんやけど。